緊急速報です。先ほど東京拘置所が襲撃されました。襲撃した人物は各地で目撃されている黒い人間だったということです。またこの襲撃を利用して拘置所から多数の容疑者が脱走したとの情報も入っています。付近の住人は戸締まりを確認し十分に警戒をしてください。繰り返します。私はなぜ生きている。この化け物たちは一体これは現実なの。巻き込まれないように。つるりと肉に食い込む刃の冷たさ。その後に感じたのは痛みよりも熱さだった。私を刺した人、その血走る瞳が燃えている。ああ、私は憎まれて死ぬのだと思った。私のしたことは犯罪だけれど、誰か一人でも私の正義を理解してくれる人がいれば、私の正義で救われた人がいれば、それで。流れ出る血に合わせて遠のく喧騒。その中で私はただ願った。どうか正しき者が正しくいられる世界を。刺されたはずの箇所は血の跡だけ。傷などどこにも残っていなかった。まるであの逮捕劇が夢だったとでも言うかのように。街頭のモニターからは緊急速報が相次いで流れてくる。爆発、脱線、そして溢れる黒い化け物。私の知らない間に何があったのだろう。街中には負傷者が溢れていた。自然と体が動いて怪我人の手当てをする。ああ、私はまだ看護師なのだ。あれだけ人の命を奪ってもまだ。負傷者を手当てしながら私は歩く。怪我人の血で白い服が赤く染まった。刺された箇所も目立たないくらいに。続報です。東京拘置所に続き立川拘置所も襲撃されました。また府中刑務所も襲撃にあった模様です。逃げ出した容疑者および受刑者は現在都内各地で起きている暴動に紛れ込んでいる可能性が高いとみられています。今入ったニュースによりますと、逃げ出した受刑者たちが、
であろうと、私の前で罪のない人を傷つけることは許さない。ただいま被害に遭われた方と電話でつながっております。聞こえますか？はい、聞こえています。あなたが襲われた時の状況は？刑務所の付近です。壊れた入り口から受刑者がゾロゾロ出てきて。それで襲われた？そうなんですけど、その前にあいつら突然苦しみ出して、それで黒くなったんです。黒い化け物になったんですよ。